ステップを見ます。このカーブはカーブ三振、インサイドパトロカーブ、まあこれがバンデンハーフの一つですね。そして昨日当たり出た源田ですが、やや詰まった当たりとレフトフライになりました。さあここはバレンテンの3安打でした。セカンド正面のところになります。151キロまっすぐです。スリーアンド、さあバンデンハーフ初球打ち上げましたけども内野フライになりました。セカンドです。三遊間バックハンド、二塁アウト、一塁もアウトです。ダブルそのところになりました。今日はショートはバックハンド、スリーアウト、バンデンハーフカーブです。ショート一塁はアウト。源田の初球詰まった当たりになってましたけども、センター柳田さんで引っ掛けた当たりはピッチャーゴロになりました。このように三遊間の当たりはサードゴロになりました。サード増田です。カーブ詰まってますか。セカンド後方ライト前進、まっすぐ高め、ミスしないことってそれしかないですよね。このカーブセカンドゴロになりました。狙ってます。高めのまっすぐ空振り三振です。4個目の三振、結果的に胸元の力のあるまっすぐで三振になってしまいました。なんとか粘ってね、カウントを作れるチャンスありますから。高めのボール球振りました。三振、2者連続三振です。いいですよね、やっぱりこう続くと重くなってくるんですよね。初球打ち上げたあたりは内野フライになりました。ショートが大きな声が聞こえる。ショート巻きから掴んでいます。まっすぐで三振、6個目の三振、ツーアウトになりました。まっすぐで空振り三振、三者凡退7回。